んにちは、魚屋の森です。さあ今日は何の日かな。ということで今日はちょっと企画をやっていきます。これも皆さんからのゲスト企画で、うち飲食店を魚屋さんの他にもねやっているんですけども、そのお店ここ下の意識っていうんですが、これは社長の生まれ故郷の漁師町から取った名前です。下の意識町っていうところ、人気メニューを教えてほしいっていうことがあって、まあこれはね以前にも紹介したことあるんですけども、逆に一番売れてないメニューって何ですかっていうご質問をいただきましてですね、これただ単純に教えると面白くないと思うので、今日はとある方と、大体私とあるとか言うけど大体私お邪魔します。ゲームでね、その人気のないメニューっていうのを紹介していこうかなと思います。ワースト3を当てるまで帰れまてん。あ、 YouTube っぽいね。今日のルールです。ドリンクとデザートは、まあ、ちょっとキリがないので除きます。ブランドメニュー、そうね、うちは日替わりのおすすめメニューっていうのも別冊というか、まあ、紙でね、うん、あるんだけど、それは日替わりなのでこういうなしにして、はい、勝敗のつけ方は、うん、今ワースト10まで出したので、その10の中に入ってるメニューのトップ3を数多く当てた方が勝ち。なるほどね。クジラのハリハリうどん、うわー、それはちょっと絶対入っとる。絶品クジラ汁、あー、スーが頼むからな、それな。はい、お願いします。お願いします。でこのうどんはなんでかっていうと、メニューのせいなんだよ絶対。ほら、そうなの、このクジララーメンっていうのはうちすごい人気ですからね、の下にうどんがあるんだわ。これ気づかないよね。知ってる人がうどん頼むんだよね。あのお子さんとか美味しいよねこれね。そう。わー、わー、美味しそう。いつものやつ、いつもちょっとさ違うよね、サイズ。社長仕様でございます。社長だよね。飲んどけみたいな。飲んどけみたいなサイズ感、同じ。ではいただきます。辻田さんに感謝をして、いただきます。めちゃくちゃいい匂いする。ここにクジラのほら、あ、脂身ね、うん、これで出しとってるね。黄金スープです。こちらがクジラ汁、うまいよね、クジラ汁も。あ、胡椒がめちゃくちゃ効いてる、うん、本当にこの、なんだろう、おいしい、臓器に染み渡る味。ご、なんだっけ、そういうね、ゴゾロップ。クジラ汁はワースト10に入っています。クジラ汁はランク外です。よっしゃ。そうでしょ。クジラのハリハリうどんワースト10に入ってます。クジラのハリハリうどんはランク外です。意外にさ、これホタルイカのお気づきとか食べないんじゃない。あと思うでしょ。おつまみ目出るわ、出るんだわ。その子たちはやっぱり常に前のめりにいるから。お化け酢味噌とか、うん、ちょっとね悩んだそれ。あとうねすベーコンが意外にこっちのサラダとかと勝ち合って出ないパターン。クジラのお化け酢味噌、カニ味噌、これ絶対バカじゃない、食べたいだけでしょ。お化け酢味噌、私これ好きだな。私は絶対頼むけどな。これ私も大好き。ね。これが日本酒に最高なんですよ。お化けっておっぽの羽の毛って書いてお化けなんだよね。これじゃないよ。これじゃないよ。これめちゃうまい。お化け美味しいもんな。カニ味噌。お化け酢味噌はワースト10に入っています。バケス味噌はランク外です。ちょっとわからんぞ。不正じゃないですかこれ。カニ味噌はランク外です。こっち働いてた、働いてた。あれ
いやでもカニ味噌は確かに発注量多いからね、本店。私も一個もう目安つけてるし食べたい。どうぞ。エビマヨ。いや絶対だってそれはよく出るよ。でも他の子たちに比べると見落としがちじゃない？なかなかうちの店でエビマヨ食べるっていう人あんまいない。日替わりのおすすめの方にさ、焼き魚系ってバンバン日替わりで出てくるじゃん。ブリカマとかタイカマとかね。そうで安く出ちゃうしね。そうなの。でマグロカマとかも、うん、これじゃないカマが、トロカマの別のが出たりとかして、うんうんうん、なんかね、そっちが売れちゃって、こっちが落ちるかもしれないよね。ここまでみんな見てくれない説はあるんだよ。特大トロカマ焼き、トロカマ焼き、はい、インドマグロのエビマヨください。エビマヨ、はい、それ食べたいだけじゃん、絶対出る。あれそれが普通だな、平常心だな。あ、来たインドマグロのトロカマ焼き、3品目。ありがとうございます。美味しそう。わー、エビマヨだ。やったー、美味しそう。あ、美味しそう。エビマヨマヨ、エビマヨ、かほいと、トロカマカマ、トロカマ、キャホイ、いただきます。いただきます。すごい肉厚。わー、はい、見て、ボロって取れた。すごい胡椒のピリッとした香りが、レモンたっぷり絞って。エビマヨ美味しいよ、私エビマヨ好きだもん。うちのエビマヨってちょっと変わっててね、このソースはね、オーロラなんだよね、うん、インドマグロのトロカマ焼きはワースト10に入っています。インドマグロのトロカマ焼きはランク外です。そうやん、この店どうなっとるこんな。嘘だ。エビマヨはワースト10に入ってます。エビマヨはランク外です。悩んでる、相談乗ってくれる？いいよ。クジラの串カツか、うん、ヘラカツか、うん、好みのメインを見せた。やっぱこれは高いからね。最高級部位だから。し、みんなクジラはわりかしそのレアステーキとか三種盛りとかに流れて、そういう分析は正しいかも。だいたいみんなクジラ 3,4 種類頼んで、うん、他の料理注文されるから、意外とそこで予選落ちしちゃう子たちなんだよ、あるね。好きな人は絶対頼むの、うんうんうん、もうここは割とご飯物に行くんじゃないかと思って悩んでるのが、相談乗ってくれる？いいよ。うちのおすすめのきぬひめサーモンって愛知県のねサーモンがいるんですけど、これ握りがすごいよく出るじゃん。これもうランキング大体出る、うんうん、の隣にいるドンがあんまり出てない気がする。お腹いっぱいになっちゃうからね、いろいろ食べたいじゃんみんな。じゃあ第4回戦目、よし、ヘラカツにするわ。 OK、きぬひめサーモン丼にしようと思った。食べたいね。のヘラカツ、ありがとう。どういう豪華、わー、美味しそう。美味しそう。締めですね。きぬひめサーモン丼、これはサーモン嫌いの人でも食べられる、さっぱりと美味しいサーモンです。はい、次、こちらクジラのペラカツフライです。薄めに叩いたクジラをカリッと揚げております。柔らかくて美味しいんですよ。懐かしい味がするね。そうよ、うん、美味しいよね。スムアイスの何が美味しいって酢飯なんだよね。きぬひめサーモン丼はワースト10に入っています。きぬひめサーモン丼はランク外です。え、そうでしょ。クジラのペラカツフライはワースト10に入ってます。クジラのペラカツフライはランク外です。
2種盛りね。そうで赤身はよく出るから、この2種盛りが結構怪しい。本場が美味しいのよ。私本場一番好きよね。赤身とね白身重ねて食べるとめちゃめちゃ脂乗ってね、トロみたいだよ、ね、けどまあ2種盛り頼むならどうせなら3種盛り頼んだらどうですかでおすすめするから、私たち商売上手なんで、だから2種盛りがあんまり出てないんじゃないかなっていうところ。第5品目ね、私から言っていい？どうぞ。クジラの2種盛りで。はい、よろしくお願いします。これは来たでしょ。クジラのお好みの握りをください。わー、来たよ。わー、わ、綺麗かわいい。2種盛りでございます。これを白身の脂のとこと赤身一緒に重ねて食べる。本側が私本当好きだよ。でこれがうちの特製のニンニク醤油とクジラのタレです。うわー、美味しそう。お好みはクジラのトロの部位と言われて最高級部位ですね。銀座で食べると1貫3000円とかね、そういう結果がすごいとこだな、はい、うちはいくらですかこれ4貫で。あ、安い。安くなった。2種盛りはワースト10に入っています。こちらの2種盛りはランク外です。じゃあ行くよ。クジラのお好みはランク、もう入っててください。クジラのお好み握りは第3位です。やったー。うっそー、やだやだ。じゃあ6品目のオーダー、このクジラの土手煮が長期的に欠品をしたんですよ。コロナの影響で製造ができませんね、いうところから割り出しまして、クジラの土手煮をください。クジラのジャーキーをください。クジラの土手煮、これは絶対来た絶対来た絶対来た。オッケーオッケー。まあ諸事情のいろんな問題がありきのだって出せなかったのに、ね、クジラのジャーキー、うん、土手煮めちゃくちゃうまい。これご飯にかけても美味しいと。こちらクジラのジャーキー、これはうちのチャンネルでよく紹介します。そうそう、ネットでも買えるので、うん、ぜひぜひ概要欄からチェックください。うまい、うまい、うん、うまい。じゃあ6品目の正解発表。クジラの土手煮はワースト10に入っていてください。お願いします。どうか。ランク外です。クジラのジャーキー第5位です。嘘でしょ。こんなに私たちが YouTube で美味しいよ美味しいよって言っているのに、みんなお土産で買っていくんだよね。1位と2位をどっちが早く当てられるかなんですよ。次のお料理来ましたよ。さて7品目のオーダー、冬に人気ですけど夏は全く出ないカリカリ鍋でお願いします。じゃあ私は2人かのお気づけでいきたいと思います。いいですね、今から鍋ですか。今から人鍋だぜ。わーい、見てこの差。こちらがクジラの黄金スープでございます。クジラの赤身と脂身とウネスの部分です。このハリハリがね、水菜っていう意味なんですね。これがハリハリって言われるシャキシャキの、ね、状態で水菜を一緒に食べるという美味しい料理を今からいただいていきます。いただきます。カタリカの秋漬け、軽くねおつまみでいきたいと思いまーす。うまー。このウネスのしょっぱい感じが水菜とすごいよ。ホタルイカのお気づけランキングに入ってます。ランク外です。クジラのハリハリ鍋は第4位です。あーちょっと待って、すごい面白いじゃんね。ねえ、すごい面白いじゃん。8巻と4巻って、はい、やっぱりこう、ね、商品としては別々に分かれてますよね。そうですね、うん、別々に分かれております。ランキングももちろん、ね、そうですね、別々に。どちらかっていうと4巻の方が人気ですよね。どうでしょうかね。下の意識特製海鮮太巻き8巻ください。もうこれで私は食べて食い逃げします。
はい、かしこまりました。ちなみに上握りは五貫握りのことですか。もじもじしとるぞ上握りどうしたサトル、もじもじしとるぞ。五貫握りとじゃーん、八貫。どんなもんかちょっと手で見せてあげて。すっごい美味しいよね。でもこれ食べれるかな。うまい、熟成されてる。うまい、うまい、うまい、美味しい。お土産それ。ねえ、食べるわよ。食べないとそんなん帰りませんだもん。ルールにはちゃんと守るタイプよ私。ブリーブリーブリー、太巻き太巻き太巻き。はい、じゃあなみさん、はい、ちょっとお店が忙しくなってきたので、はい、私の方で結果発表持ってきました。はい、私の選んだ上握り5貫、はい、がファースト手には入っていませんでした。私の頼んだ海鮮太巻き8貫は何が何でも絶対どう考えてもワースト1に入っておられるでしょうに、太巻き8貫はワースト1。おめでとうございます。下の意識2021年のワースト6まで出てます、うん、1位が海鮮太巻き発覚、2位がこちらの集計ミスが発覚しまして、アナゴの押し寿司っていうもうメニューアウトしてる商品が入っておりましたので当たるわけがないんですよ。これどういうことですか。でちなみに6位はさえずりベーコン、あんな出てるのにね。結構私さえずりベーコンのがなんなら好きだけどね。うねしより。今回はカラミさんの勝ちです。ということで今日は私がごちそうして、ごちそうさまでした。帰ってくられてね。名古屋に来たらぜひ下の意識にお越しください。はい、ということでバイバーイ、さよなら。やったよ。ちょっと終わりが見えてきたね。私も嬉しいよよし、じゃあ次行こう。